向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。店の人間はどこへ行ったんだ。してくれないかしら。どこ行ったの、お店の人。全くどうなっているんだ。待って待って、行っちゃうぞ。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。早くしてくれないかしら。早く売ってくれよ。黙って持って行っちゃうぞ。まだかよ。
いや、助かったよ。お前さんが紙をくれたんだな。お、うちの店員か。ご苦労ご苦労。困った時はお互い様です。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。さ、商売商売。いやー、派手に壊れたもんだな。まあいいか、どんな時でも商売商売。さあさあ買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。確かアルバイトの千葉の崎さんだったな。どれも違いますよ。そうかそうか。うん、しかしわしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。すみません、実は私ここの店員じゃありません。そうだろうそうだろう。まあわしは最初から分かっていたんだよ。まあ、正直に白状したから許してやるか。これからは気をつけろよ。さてと、こんな時こそ商売商売。さあさあ買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。ありがとう。少し生き返ったよ。この黒い T シャツの男性は確か。確かさっき、こわもての男の人が探してた。あいつを知ってるのか。そうか、君は。あの時、あの男に話しかけられてた人だね。あの男は、まだ近くにいるのかい？あの男の人なら、私が見当違いの方向を探すように仕向けてやったわ。そうか。よかった。わけがわからないんだ。いきなり殴りかかってきて。幸か不幸か、地震が起きたから逃げられたけど。君はこれからどうするんだい？
とりあえずこの町から出て自宅に帰ろうと思っています。そうか、たまたまこの町に来てたのか。それは災難だったね。ラジオで言ってたけど、陸路はトンネルが崩れていて通れないし、空港はまだ滑走路が使える状況じゃないらしい。だから町から出るなら船で出るしかないみたいだよ。そうだ、それなら頼み事を引き受けてくれないか。僕は大切な人と会う約束をしてるんだ。こんな状況だけど何とかして探そうと思ってる。その鍵は地下鉄のあけぼの宇津木駅のロッカーの鍵だ。中に大切なものが入れてある。それをここから南にある湾岸エリアのフェリー乗り場に持ってきてほしいんだ。僕も約束を済ませたら向かうつもりだけど、間に合わなかったらそのまま町から出ても構わない。この辺りは道が塞がれてるみたいだけど、どこからか出られれば。すまないがお願いするよ。僕はもう少しここで休ませてもらう。さあさあ買った買った、おいしいお弁当がたったの5000円だよ。すみません、ミネラルウォーターは残っていませんか？ミネラルウォーターありますよ。ちょうど最後の1本残ってました。それをください。はい、ミネラルウォーターは2万円になります。2万円って何かの間違いではないですか？間違いじゃないかだって？おお、確かに、これはうっかりしてた。指摘してくれてありがとう。3万円だ。ミネラルウォーターがたったの3万円だよ。高いって言ってるのに、なんで値段を上げるのよ。なんだと？ピンポンパンポーン、価格改定のお知らせです。ミネラルウォーターはたった今4万円になりました。あしからず。なんだお前は。お前人の店で何をやってるんだ？いや、あのお留守だったもので、ちょっとお手伝いをと思いまして。手伝いだって？俺がいつミネラルウォーターを4万円で売りつけてほしいって頼んだんだ。さてと、私がここの本当のオーナーです。留守の間にご迷惑をおかけしました。ミネラルウォーターは無料で差し上げます。ありがとうございます。では急ぎますので。お前さんも変な輩に抵抗してくれてありがとう。この店の評判が落ちずに済んだよ。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取ってくれ。お前さんも困ったことがあったらまた立ち寄ってくれ。まあ何もない店だがな。ところでお前さん、どうしてうちの制服着てるんだい？
どうすればいいんだ。近づかないことなさすよ。全然違って見えるよ。どこへ行けば安全なの。こんな大きなビルが倒れているんだから先には進めないよな。おーい、おーい、誰か。助けに来てくれたんですか。よかった。一人取り残されてどうしようかと思ってました。なぜ一人なの。私この会社に就職面接を受けに来たんですけど、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて。逃げ遅れた人がいないか調べてみましょう。はい、わかりました。
ここまで来れば大丈夫ですよね。そんな彼女を見て私は、よっぽど疲れてるのね。私、笠原弥生って言います。あなたの名前教えてもらっていいですか？素敵な名前ですね。私、もう少しここで休んでいきます。すごく大きな地震みたいだけど、気をつけてくださいね。また会えるといいわね。そうですね。
繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか。ダメだ。相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ。皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。なんてこと。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。あなた、ぶつかっておいて何よその言い方は。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。とにかく俺の邪魔をするやつは皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか。あの方はここから南に行ったところにあるレストラというIT 企業を経営されている方です。根は悪い人ではないのですが、事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度をとってしまわれるのです。そうだとしてもあの態度はないわ。あなたのおっしゃる通りですが、今日のところは多めに見てあげてください。大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。あなたも気をつけて。
わね。どこで落としたのかしら。どうしてこんなことに。まあ地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか。そうですよ、こうなっちゃったらどうしようもないですよ。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。何カッコつけてんのよ。分かってるの、分かってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのはわかりますが、これ以上ここにいても。そろそろ帰ってもいいですか。ここにいても危なそうだし。ん？なんだい、見ての通り営業してないよ。私が力になれることはないですか。
この状況で普通に考えたらないだろうね。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか？一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。営業再開のめどがついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ね。震源地は翡翠市の地下10キロで、震源地の震度は7と発表されています。この地震の影響で川瀬県内全域で停電が発生しています。また地域によっては水道が止まっている場所があります。またガス漏れの危険があることから、被災地域60万戸のガス供給が停止されました。現在被災地域ではガスが止められています。避難する際にはブレーカーを切ってください。ブレーカーが入ったままだと通電時に火災になる可能性があります。避難する際にはブレーカーを切ってください。火を使っている方は火を消し、ガスの元栓は閉めてください。ガス管が破損してガス漏れが発生している恐れがありますので、火の扱いには十分注意してください。また携帯電話が必要。何？あなた、まさか私の宝石を取りに来たの？とんでもない！宝石を取る気なんてありません！これは私の宝石よ。誰にも渡さないわ。よく見ると彼女は怪我をしているようだわ。怪我は大丈夫ですか？怪我？心配してるふりをしても私の宝石はあげないわよ。